ムハンマド上将軍の皇軍マフムトにせい、ムハンマド上将軍は、1826年にオスマン帝国において、イエニチェリに代わる形で、プロイセン軍事顧問のもとに設立された西洋式近代的新設軍である。1826年6月16日、前日の 幸運な事件により反乱鎮圧の名目で、イエニチェリを撃滅したオスマン帝国の皇帝マフムト2世は、正式にその廃止を宣言し、イエニチェリはその歴史を終え、かねてより宣言されていた新軍が設立されるところとなった。この新軍に与えられた名が、ムハンマド上将軍である。また、ムハンマド城上将軍の総司令官として、セラスケルの職が新設され、 オスマン帝国において、初めて陸軍が一元的な指揮系統に統合された。ムハンマド上将軍の最大規模は実に35万人に、及びクリミア戦争、ロット戦争、キド戦争に従軍した。1918年にオスマン帝国が第一次世界大戦で敗北した後、連合国軍とムドロス休戦協定が結ばれ、オスマン帝国軍の解散が約されると、 ムハンマド上将軍も事実上解散させられるところとなった。とはいえ、1920年に連合国軍とセーブル条約が締結されるまで、ムハンマド上将軍の活動は確認されている。ありがとうございます。